市政情報番組ピックアップ情報の道。今回は10月6日に開催される市民公開講座、本当は怖い死亡感についてお送りします。お話は実行委員長の尾道市医師会勤務医部会会長で JA 尾道総合病院副院長の日野文明先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、まずこの市民公開講座を始められたいきさつはどういう理由なんでしょうか。はい、尾道市医師会が主催する生活習慣病講演会はもうすでに100回を超えています。その都度100人以上の出席者がありますけれども、そのほとんどは医療関係者でございました。そこで勤務医部会としては市民の方々を対象にした生活習慣病講演会が必要と考え開催することにいたしました。もうすでに100回を超えられているということですが、これまでどういった内容の講演があったんでしょうか。はい、今年で5回目となりますが、今まで糖尿病、高脂血症、高血圧、メタボリック症候群を取り上げてまいりました。今回は脂肪肝を対象といたしました。脂肪肝という病名はよく耳にしますが、どういった疾患なんでしょうか。はい、アルコール、糖分や脂肪の摂りすぎで肝臓に中性脂肪が溜まりすぎた状態を脂肪肝と言います。すなわちフォアグラのようになった肝臓が脂肪肝です。脂肪肝は大きく分けて2種類に分類されます。一つはアルコール性脂肪肝で、過度の飲酒を継続すると発症し、従来よりよく知られています。二つ目は非アルコール性脂肪肝で、NAFLD と略されますが、アルコールを飲まない人でも肥満や糖尿病や高脂血症などが原因で脂肪肝になります。その中で近年注目されているのが非アルコール性脂肪性肝炎といって、よくナッシュと呼ばれています。これは単なる脂肪肝から肝炎を発症し、さらに進行すると肝硬変、肝がんを発症します。従来肝がんは B 型、C 型肝炎ウイルスによるものがほとんどでしたが、近年素晴らしい抗ウイルス剤が開発され、ウイルスによる肝がんは減少傾向にありますが、ナッシュによる肝がんは残念ながら増加の一途をたどっています。講演1ではこのナッシュを中心に取り上げてみました。なるほど、単なるこの脂肪肝だけではなく、それから肝硬変や肝がんに進行する可能性があるとなると、本当に怖い病気ですよね。先生、今患者数はどれくらいいらっしゃるんでしょうか。はい、当院におけるドックでは脂肪肝の頻度は 22% でした。非アルコール性脂肪肝は我が国で約1000万人、そのうちナッシュは 10%、 またその5から 20% が肝硬変に進行し、その一部が肝がんを発症することになります。実際の肝臓の写真ですが、左上は正常の肝臓です。中央が脂肪肝、いわゆるフォアグラの状態です。これが進行しますと肝硬変となり、表面がじゃがいものようにデコボコしてきます。こうなるとその一部に肝がんができてくることになります。写真で見るとよくわかりますよね。先生、この脂肪肝になると何か体に症状などは出てくるんでしょうか。はい、肝臓は沈黙の臓器と言われ、脂肪肝だけでは自覚症状はありません。肝炎、肝硬変と進みますと全身倦怠感、食欲不振、黄疸、腹水などが生じてきます。では脂肪肝からの進行を予防する方法は何かあるんでしょうか。はい、単純な脂肪肝ですと原因となるものを控えると可逆的で正常の肝臓に戻りますが、肝炎、肝硬変と進行しますと元に戻ることはできません。それでは今回の市民公開講座の日時や内容などを詳しく教えてください。はい、10月6日午後1時から JR 尾道駅前のしまなみ交流館テアトロシェルネで開催します。講演1として非アルコール性脂肪性肝炎、
NASH の診断と治療と題して JA 尾道総合病院肝臓病センター長の片村義雄先生、講演2として尾道市立市民病院の中塚佳代管理栄養士に脂肪肝にご注意今日からできる食改善、講演3として公立三次総合病院の岡田義恵理学療法士に運動を継続するためにと題して講演をしていただきます。脂肪肝に関して医師や栄養士など各分野の専門からお話を聞ける貴重な機会です。今回も市民公開講座が成功するようお祈りしています。はい、多くの市民の方々のご参加をお願いをいたします。今回は10月6日に開催される市民公開講座、本当は怖い脂肪肝について JA 尾道総合病院副院長の日野文明先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。